はい。じゃあ始めたいと思います。えー、っと、今日は5回目なんですけど、今日はカーンデルトリックっていうのをやります。で、えー、っと、今まで、えー、っと、ずっとやってきたものとして、まず、ま、線形回帰っていうのをやりました。で、それから途中に、あの、えー、確実主成分分析っていうのが、 入っていたんですけどそれはまあ教師なし学習ってやつで目的が違うんですが、えー、同じ教師やり学習のより、えー、その発展した番としてこのロジスティック回帰っていうのをやってまあこれの特徴は、えー、っとこの目的変数が0と1しか取らない時に、えー、その確率を出すことができるというところが特徴だったんですけどただ結局 えこれ、y が0と1しか取らないと思うと、えっと、ここは0か1かによって、プラスマイナス無限大みたいになっちゃって、要するに政府だけえ区別すればいいってことになっちゃうので、左辺が正か負かっていうのを、x、ij で予測すると問題にしちゃうと、結局0のところでえ分けるようにするには、a と b の係数をどれぐらい良くすればいいんですみたいな話になっちゃって、 えー、そうすると、の線形回帰でもできちゃうわけですね。線形回帰でも左辺がプラスマイナスが変わるように、まあ、プラス2とマイナスでも何でもいいんですけど、やっちゃうと、きく日の問題にしちゃうと、この右辺が同じだから、精度も同じになっちゃって、えー、確率を計算するっていうことを除いて、単に、まあ、あの時言った例だと雨が降るか降らないかっていうことを当てますって言ったら、それだけの問題にしちゃうと、精度が、 この線形化学と何も変わらないということになってしまって、えー、せっかくこのログみたいなのを同意にして意味がないということが分かりました。で、まあ、結局何が問題かっていうと、この右辺が、えー、こうなってる以上、あの左辺の関数をいいからなんか工夫してもあの、右辺で区別できるものしか区別できないっていうことが変わらないので、この右辺をなんとかしないと、えーあの、どうしようもないんですね。 で本当はこの機械学習には例えばあの決定木とかあいろいろ別の方法があ工夫されていて、まあ、右辺がこの線形ではダメだからっていうので、えー、いろんな他のを考えられてるんですけど、まあ、一応 <laughs> この授業を何十回もやるわにいかないからエッセンスを、えーとえー、だけを説明すると基本的にこう確率が計算できるものしか やらないっていうことに決めちゃったので、その機械学習の他の師匠決定僕とか、経験棒みたいな話は、とりあえずしていないんですけど、えー、まあ、そういう右辺がこの線形回帰でなってると、いくら左辺を <laughs> 工夫してもダメだっていうことが分かるので、えー、その他の方が使われてたわけですが、えー、ただまあ、一般の人として右辺をなんとかしましょうっていうときに、 まあ要するになんかこう F っていう任意の関数でこの X, I, J を入れたら A, J, B, J ってパラメータがあってこの A, J, P, J ってパラメータがモデルを決める変数でこれが入力で A, J, P, J を変えると F の過去が変わって X, I, J 入と Y を薄くするっていう時にえ一番ベストの F をあの求めなさいっていう問題にすりゃあいいわけですけどまあこういう考え方はいろいろ問題があってですね、えー そもそもこの関数が何でもいいってやったら、それは左辺は有限項しかないんですから、絶対合う関数作れちゃうんですよね。で、線形の範囲でやれとか言ってるから、まあなんか誤差が出るわけだけど、どんな関数でもいいですとか言い始めたら、そんなも合うに決まってるから、そうすると今、手元にあるデータに100%バッチリ合うっていうモデルを作れるんだけど、 それはまあこの事業の、えー、と2回目かなんかに行った交差検定みたいなことをしたらまああるいは AIC とかいうことしたらまあ絶対だめなわけですよね。で単に目の前に合うデータに合うっていうだけを目的にしたら何でも合っちゃうしそれ作ったものは他のデータには当然合わないという話が。 そうすると、結局止めどころがわからないっていうか、この F を何でもいいですってきたらど、どれぐらいまで合わせて、どれぐらいやったら合わせすぎなのかとか、そういうことが判断できないと、右辺何でもいいですとか言ったら、もう悲鳴はないわけですよね。で、そもそもあ何でもいいですってっ時に、えー、合うような関数って、えー、左辺が無限有限項しかないと絶対あるわけだし、結局、あの、 漠然としたあこのはか、今目の前のデータに特化しないようなあ左辺のデータの性質をよく反映したような関数を決めなさいみたいな、なんかその無理ゲーみたいな話になっちゃうので右辺左辺、右辺を変えるっていうのはなかなか難しくてですね、まあ、あんまりうまくいかないわけですよねで、まあ。だからまあ例えばこれをちょっと拡張して、えー、この事情を考えるとか、3乗を考えるとか、そういうことはまあできる。あるいは この関数を何かき別の関数にするとか、規定関数を変えておくとできるんだけど、まあ、要するに、まあ、どうやっても合わせすぎをやめられないですね。で、あの、そうすると、なんか、えー、あの、交差検定しながらオーバーフィットしていない範囲で決めるとか、そういう話しかならなくって、まあ、なかなか難しくてうまくいかないんですよね。で、 そこであの今日を説明するカーネートリックっていうのは考えられたんですが、これはあの真相学習が出てくるまではほとんどあのデフォルトの方法になっていて、もう無敵っていうか、とりあえずみんなこれやりましょうぐらい、今なんかその何でもかんでもあの真相学習でやりますみたいなのがすごい多いと思うんですけど、えー、当時は専門家しか非械学習やってなかったから、あみんなの目には触れてなかったけど、 えこれが流行ってる時にはともかく何度もかんでもカーネルトリックでやりましょうっていうのがむちゃくちゃ流行っていてですねカーネルトリックでやっただけで論文足りますみたいな非常に不毛なことになってますで、このカーネルトリックってどういうものなのかっていうのを今日説明したいんですけど、えー、まず、えー、これはあの右辺が X で左辺が Y でそれを予測しろそういうものなんですけどこの XIJ っていうのは、えー、何度も言ってるようにこの J っていうのがその あのー、この A が違う。普通はこの J って付けないんですけど、この講義では、この A と,か J あ A とか B がパラメーターだっていうことを、あのー、言うたびに、後で AJ や BJ が分布してますよっていうことを考えて、なんか J がたくさんあって、えー、あるデータセットごとに A や B が決まってで、それがなんか分布してますよみたいなふうに考えてるので、J を付けてるんですけど、まあ、I があ N 個あって、それを。 のし説明し今までは X1 個だったんですけど、あの確率成分分析の時に X を2にして2次元問題にしましたが、一般的にはあのこの入力変数っていうのは、ラージ傾向あって、軽次元空間の問題だと思っていいわけですよね。だから、あのえー、先週の,あのロジティック回帰の時みたいに、えー、この 雨か,かどうかっていう予測するのに、湿度と温度と過去の晴れか雨確率みたいなのをたくさん入れるっていう問題をすることができるので、まあ、これは名前ついた多重線形回帰とか重回帰分析名前ついてるんですけど、まあ、一般論としては、えー、この、I、番目の値、あの I 日目の晴れか雨かっていう確率とかで何でもいいんですが、それを予測するのに、この K 種類。 ラージ稽古の変数があって、えー、それを使って、えー、予測しますって K 入力、位置出力の問題にするっていうのは別に一般的で、でこの i っていうのは、まあ、N 日、ラージ N 日にわたって、その雨か晴れかを予測する問題っていうことですね。えー、K 次元の入力があって、N 個の結果を予測すると。でもちろん、K 次元の入力の方もラージ N 個あって、 まあ、雨の、雨晴れ予測だったら、ラージ N 値にわたってその予測を行いますみたいなことをするっていう問題だと思ってもらえばいいです。で、じゃあ、この入力の J 番目のデータセットの I 番目の、そのなんていうんですか、その日付についてる K 番目のえベクトルっていうのは、どうかけるかっていうと、もともと考えてみると、この X っていう、えー、ラージ K 次元のベクトルがあって、それで、 この K 番目の、えー、値だけ1が入っててあ、あとは0に乗って、つまり K 番目の軸の単位ベクトルっていうのを考えすると、この X っていうベクトルに、えー、K 番目の単位ベクトルをかけたものがこの XIJ になっていて、でその、あのー、K 番目の成分ごとに AJK というのが決まってて、でえー、それを1番からラージ k まで全部足すと、 えー、J 番目のデータセットの A 番目の,その値が予測されるよみたいな話になってたんだということなんですね。これはよろしいでしょうか。だからここにベクトルを導入すれば、こういうふうにこう明らさめに座標を書か,かないで、なんとなくこう雰囲気的に I 番目の K 次元ベクトルに、えー、と単位ベクトルがかかったものだというふうにしとくと、まあ、あこ,のこのベクトルイコールの成分は出さなくて済む。 で、ちょっとこう、あの図紙で書くと、おまあ、本当は軽次元空間なんかで書けないから、軽次元空間に X、I 番目の、J 番目のデータセットの I 番目の、えー、サンプルの、えー、状態量を示すラージ系次元のベクトルがこうあったときに、えー、この1番目の軸と2番目の方向のこう単位ベクトルの内積で書いてるよって話したんですけど、ここで、えっ、ー、と、ラージ系次元の、えー、中のベクトルを 表現するのには別にこの x 軸方向 y 軸方向の単位ベクトルの内積で表さなくてもよくって一般的には何かこの他のベクトルの内積で表してもいいんですねそれでこの他のベクトルの内積で表すっていうことを表現するためにここではえっと もともとこれって、Large n 個、ベクトルがあるわけですから、えー、その Large n 個のベクトルを使って、えー、この空間内のこのベクトルを表現するっていうことをしてもいいわけです。ここに書いた何かっていうと、えー、っと、このあ、表したいのは I 番目のサンプルに対するベクトルです。で、それを他のベクトルとの内積の、えー、線形結合で書くっていうふうに、えー あの考えることにしますでこれが、えー、と I, 番目あの I 番目のベクトルとそれ,あの、まあ、それ以外多分自分自身ま言ってもいいんですけど I' 番目のベクトルとの内積でこの係数はもちろん全然変わっちゃうわけですよねだけど、えー、この係数を適当に決めることによってこっちでは低次元空間のラージ傾向の えー、状態量があって、それをも用いて、えー、I 番目の、えー、出力を持続しろっていう問題にしてたわけですけど、ラージ形次元の空間の、えー、ベクトルを表現するのに別に直行ベクトルを使わなくて、2位の、えー、とラージ傾向よりも大きいような、えー、ベクトルを持ってきて、 それでそれとの内積を使って線形結合で表すことだってまあ別にできるわけですよね。いい,い,いですかねい。全然関係ないです。かは増えます。右の方は LargeN 個でこっちは、まあ、K と N の代償関係にもちろんよりますけど、えー、と K, あの K と N の代償関係によって増えるか減るかは。 ただ、K が例えば100次元空間で、その中に点が3個しかなかったら、こっちは、えー、と100個係数があって、こっちは3個しかないとかになっちゃうから、これ点の数、だからこの A の数は点の数と次元の数と決まってて、それでは独立ですよね。うん。はい、はいはい、あります えとそれをどう解決するかというのこれから先の話なんですけど、えー、とこれからあの今まさに問題になったことが出てくるんですけど、えー、と今僕があ言葉で書いてありますが、まず、K 次元空間のベクトルを表現するには、K 本の互いに直行している単位ベクトルの内積を作るのが最も合意的で、これを我々はデカルゾ表と呼んでいるんですけど、別に、ラージ K 本以上のそのうち K 本を少なくとも独立のベクトルのとの内積を用いて表現することも可能であるので、 その交際を採用したといいい。いいですかね。えっ、ー、と <laughs> き、君はよく分かんないで、ね、言ってることが多分。えっ、ー、と、ベクトルを、二次元空間のベクトルを表現するときに、普通は x 軸、y 軸の遮影を使ってやるんですけど、あの平行じゃなかったら、任意の2本のベクトルの線形結合で書けますよね、ベクトルって。ああ、それは、じゃあ書けるのは分かるね。 うんはい、じゃあなんでそこまでするかって話を話をこれからします。で、まず、えーとあのー、もしこっちできれいにかけてて、えー、例えばちょうどきれいに K 本でかけて N の方が例えば3次元くらいに100本点がありますとか言うとこの係数が増えちゃうから、明らかにあの答えに一位性がなくなる可能性が高いですよね、あのー。3次元で表してものをわざわざ100個で表そうと思ったらいろんな表し方ができるはずです。 だだからまず性がなくなくるだろうとそれからさっきも言ったんだけどこれ問題はえっと目標変数はラージ N 個しかないんですよねでラージ N 個しかないに係数がラージ N 個あるってことは必ず解けちゃうから残差ゼロの解が絶対できちゃうんですねそれはいいですかね L 次元空間あの K 次元空間に N 個の点がある問題なのに えー、N 個の予測をするのに、N 自由度になっちゃうから、必ず解けちゃって、要するに残差ゼロの解が必ずできちゃうから、もう自動的にもう化学臭なんですよね。<laughs> 要するに、極端な話、えー、この問題においては、この YIJ と XIJ は何も関係がありませんでしたと。これ、乱数でしたっていう場合でも、えー、N 次元空間に、 N, N, N 個方程式があって N 個変数があるのだから必ず解けちゃうので、えー、まあもちろんあの行列が正則じゃなくて逆有数が求められるとことはあるかもしれないけど、そうじゃなかったら、えー、いつも残差ゼロの回い,いいですから、ね、言ってることわかりますちょっと難しい。ちょっともうちょもうちょ丁寧に説明しようね。<laughs> はい、えっ、ー、と、だから何が言ってるかっていうと、 ここあの目的変数はあ、こういうふうに、えっ、ー、と、は N 次元のベクトルなんですよね。で、今、ここの、この XA と I と XI プラン内積っていうのは当然こう N 個あるわけです。で、とここは、えっ、ー、と、N×N の行列になって、ここが AII プランって書いてあるってことですね。行列書いたら。い,いいですか にえうん。うん。i' イコール1から i' イコール n までがあるわけですよね、これね。で、係数はこれで、目的はこうですでこういう問題になってるのが分かりますよね。そしたら、これって、えー、っと、ここが未知数だったら、必ず解けちゃいますよね。解がある。 あの絶対答えが出ちゃいますよね。そこって。そうそう、うんうん。そうそうそう、うん。だから、解が必ず解けちゃうので、あの要するに、残差ゼロの解が絶対あるっていう問題になっちゃってんですよね。だけど、それって絶対、あのそ要するに、残差がゼロってどういうことかっていうと、こいつがゴミでも、ゴミでもできちゃうわけだから、 ダメなわけですよ、それってね。要するに。言ってることがよくわかんないかな。<laughs> えっと、X と I 乗、こういう、さっきみたいに書くとか、えー、っと、Y の1から Y の N まであって、で、こ,こっちにした方がいいのかな。ここに、A の、えー、っと、あのー、A の1から A の N まであって、ここに、 えと内積の xi と xi で入ってるっていう問題にした方がいいんですかね。で、こことここは決まってて、この a を求めるって問題になっているっていうふうに考えると。そうすると、えっ、ー、と、えー、n 変数で n 個式があって、だからこれ必ずかい、ここがそうするに正則だっ,たじゃだったら必ず解がありますよね。うん。 だから必ず解けちゃう問題なので、えー、この問題を、えっ、ー、と、A が未知数で、Y と、えー、X は微分だと思うと、これ、解が必ずあるので、えっ、ー、と、いつも残差が0の解になるわけですけど、それは絶対意味ないですよね。そうです、そうです。うん。ないです、ないです。一般的には、 次元の方が小さくて点の方が多いからそうすると残差ゼロの解は作れないからえっ、ー、と科学習しにくいけどこっちは変数の数と次元の数が一緒だから絶対解があるんだけど基本的にはそれ多分意味がないんですよだってここ xij がランダムベクトルでも解があることになっちゃうからねっていうかほぼ100%科学習ですよね イズが入る。だってこ、これ、このラージ K 本のベクトルが、あラージ K 次元のラージ K 次元のラージの方のベクトルが、乱数ベクトルでも解があるんですよね。うん。うん。うん。な えと科学だから、もし、だからそれはあの完全に説明できる場合にはそうですよね。うんまあ、一般的にはだって説明できない。だって、だってここ何でもいいんだったら、例えば君の、えー、と成績とかって、僕の体温とかでいいわけだから。 一般的に意味がないですよねその説明できたかどうかの判断ができないじゃないですか。全く無関係な Y と X を持ってきても必ずの解があるっていうモデルだったら、あったことによって正解だとこう決めることできないんだから、説明できたときに、いや、これは本当は関係があったんだから科学者じゃないかもしれないって言っても知りようがないですよね。で、さらに、こういうことができたとしても多分他のデータセットには転用できなくてだって。 なんでかっていうと、ラージエヌコのベクトルっていうのは、そのモデル特有だから、別のラージエヌコ持ってきたらも内積が違うのから、このケースも変わっちゃうから、使えないですよね。言ってること分かりますいい,いいですかで、こういう問題があるのであの、こういうことが数学的には可能だっていうことは、もちろん知られていたんだけど、あのまともに、えー、と使われてなかったですね。で、ここに、 あの機械学習の確率的な考え方を導入しようという人が出てきました。で、さっき、なんでそんなことするんですかという質問があったんですけど、なんでするかっていうと、えー、っと、これ、計算するときに内積しか出てこないので、えー、っと、ユークリッド空間じゃなくてもいいんですね。例えば、えー、っと、内積は、 あのー、コサインシータ ij にしましょうみたいなあの約束にするとします。xi と xi' が当たられたら内積は、ベクトルの内積じゃなくて、えー、とその空間内で、軽次元空間の2本のベクトルが持っている角度にしましょうみたいな人たちします。そうすると、これは、まあ、言い方が難しいで、超急面ですけど、えーと な同じ長さの原点からの距離が一定の K 次元の空間の超空間での,、えーとあのえー、線形回帰という、まあ、イメージしにくいですけどそういう空間での、えー、と回帰問題だっていうふうに作ることができるので内積をどう定義するかっていうのはあのユークリッド空間以外の問題にも適用できて かつ内積さえ定義できればいいからあの、えー、元の空間がどうなってるかっていうことは、あんまり気にしなくてもいいんですね。なので、あのー、内積さえ分かれば、ユークリッド空間じゃない空間でも、えー、とーこの方法だと、えー、こういう回帰計算をすることができるっていう、そういう一般性があるので、それで、まずこういうことが考えられたんですね。 ちょっと具体例は後で言いますけど。で、なので、えー、こういうことをしたかったんですけど、えー、と科学習の問題があるからあー、そういうことが分かっていても使えなかったんですが、この機械学習の考え方を使うと、これがなんとかなるよっていうのに気がついた人がいたんですね。で、もともと線形回帰っていうのは、この目的変数に対して、まあ、軽次元の、 えー入力ベクトルがあって、それを使って線形結合で予測したときに、残差がガラス分布になってるよっていうことから、この残差が小さいものが一番確率高くて、そこからずれていくと、この AJPJ のえと可能性が減ってきますみたいなことを考えて、それで AJPJ のベストの値とか誤差がどうなってるみたいに考えましょうっていうのが、線形回帰を機械学習で考えときの考え方だったんですよね。で 今、えーと、ここを、えーと、こう書かないで、N 本のベクトルの内積で書きますって言っても、情報量は同じだから書けるはず、まあ、その科学習の問題を除けばこうも書けるはずですよね。これとこれの精度は一緒のはずです。けど、問題は、LargeN、え、個、ー、だから、えーこ、こういうのを作っておいてこっちに変換すればいいんだけど、いきなりこれで、 えーと線形解決したら当然、えー、ラージエ e n 変数があって、あの目的数のラージエ e n か,から科学習になっちゃうわけですよね。で、この科学習の問題をどうやって解決しようと思ったかっていうと、すっごい人工的なんだけど、この A とか B が、あのー、同じ確率で出現しなくって、えーと、平均がゼロのガウス分布に<ー>えなる。 ようううにに出現しししててるってい風うう仮定しましょうでここでは区別するために、えー、分散に相当するものをシグマ事情じゃなくてアルファ事情って書いてるんですけど要するに A とか B の係数が平均0である分散を持ったガース分布で出現してるというのを仮定しましょうとですね。要するに何が、えー、言いたいかっていうとえー、っとあの AJ とか BJ が確率最大になるので、AJ、BJ がゼロになりやすいす、ね。えー、と今やり、あのなんでこれがオーバーフィッティングしちゃうかっていうと、A の数が多すぎるからですね。で、こういうふうな確率をえ導入すると、A がゼロの方があの存在が高くなるから、 いっぱい使ってめちゃくちゃ合わせるよりもそこそこの数で合わせていらんものをゼロにしていた方が確率が高くなる可能性があるんですね。でものすごい人工的です、えーあの。この係数が平均ゼロである標準偏差のガーシになってるっていう根拠は何もないんですけど、ただこうすると、多分あのなるべく A, と A や B をゼロにした方が。 この人工的につけた確率のおかげで、ゼロの方が選ばれるから、そうすると、全部使って残差ロにするよりも、そこそこの数を使って、要するにこ、これ数めちゃくちゃ多いからね。一般的には、K より N の方が多いわけですよね。K がなんか10次元ぐらいで N も1万個とかなってるわけだから、こっちは10個で、こっちは 1>, 1万個もあるわけだから、これ、本当は10個でいいもの1万個もあったら、9990個ゼロにしていいんだから、多分そっちが勝ちますよね。なので、ものすごい人工的なんだけど、こう,しこう,あのこういうふうにしたら、よくなるだろうなっていうことが予測されます。いいですかね。なんか、質問がある人。 そうです増えすぎた A をとりあえず減らすためにこういうことを仮定しましょう。根拠は何もない。で、さっき言ったなんでこんなことするんですかっていうのはその分散だけあその内積だけ分かれば、えっ、ー、と、あの、 よく分かんない空間でも計算できるからっていう話をしたんですけどさっきはコーサイシータにしたら9面ですっていう話をしたんだけどあのまあ何でもいいからともかく線形回帰うまくいけばいいつまりえー、っとここがなんか未知空間の内積で定義されててえうまくいくんだったらもう何でもいいよってあ開き直るんだったらなんかいい加減な 見たこともないような関数を内積だと言い張って、で、あの今の計算をしたら、うまい具合に小数個の、えー、と A だけ選ばれた後は全部0になって、それですごく予測ができたっていうことがもしできるんだったら、何の空間でやったんだか分かんないけど、えー、とこの、えー、2つのベクトルのあ 入力すると何か答えが出てきるいい加減な適当な関数を使って線形回帰をしたらこれはあ僕は自分は何だか分かんないけど、えー、謎の空間の内積こういうふうな内積になるな空間を考えましたその空間で線形回帰してうまくいきましたって言い張れば別にいいじゃんっていうのはカーネルトリックねでだから、えー、これをするときには、えー、っと空間があると 内積がちゃんと定義されてれば、何らかの空間があるってことは分かるんだけど、それがどんな空間だかは誰にも分かんない。ただし、あの、えー、あの、線形回解がうまくいって、で、さっきの方法で係数が少なくなったらっで、これ、あの、カーネルトリックって言われてるんですけど、 なんでカーネルトリックって言われてるかっていうと、その自分が線形回帰をやっている実際の空間はどんな空間だか分かんないけど、内積が分かったら分かりますよっていう、そういうフォーミュレーションしちゃったから、あの未知の空間であの線形回帰をしてるのに、えー、答えが出ちゃうから、なんかすごいトリッキーだから、カーネルトリックって呼われてるんですね。 で、えっ、ー、と、この内積といい、置き換えていい、KXY はもちろん何でもいいわけじゃなくて、いくつか条件があって、まあ、例えば、えっ、ー、と、この2つのベクトルを入れるときに、順次入れ替えたら値が変わるってのは、これ内積として困るから、これはまあ、もうしょうがないですよね。内積なのに、えっ、ー、と、これ順次を変えたら値が変わるじ困るから、これ内積がそれから、ここがちょっと難しいんですけど、えっ、ー、と、この、これを、えっ、ー、と、 これあの、さっきも言ったけど、ベクトルの本数の次元だけで N×N 次元の行列なんですけど、これを見た時、えー、とき、XIJ が、えー、どんな値を取ったんですね。要するに、この K 次元、l a r g K 次元空間内の2意のエアンのベクトルを持ってくると、これが計算できて N×N 行列ができるんですが、この行列に対して、 2位、e、が2回あるから分からないです。2位の N 本の,あのベクトルに対して計算したこの行列が、また、それとは別にですね、LargeN 次元空間の任意のベクトルを持ってきて、両側から、えー、と挟んだときに、えーとえー、その結果が絶対正じゃなきゃいけないという条件がつきます。 でこれは、あのこれを反制定値っていうんですけど、これはあのどういうことを意味してるかっていうと、あの直感的には、この、えー、このラージ L N 次元空間の中で、えー、それ自身の内積、えー、自分との内積ね、これ、えー、っとここが両側から同じ X で、えー、これを挟んでるんですけど、あの同じ X で挟んだときに、 えー、そいつがそのあ未知の空間で考えた時の、えー、内積,あの内積あ自分との内積が正じゃなくちゃいけないっていう条件です、えー、この,あの両側から挟んでる N 次元のベクトルっていうのは結局何かっていうとその未知の空間で、えー、っとこのベクトルをあ今使っている N 本のベクトルの内積の和で表したらどうなるかっていうのが えー、この係数なので、この係数っていうのはあ、自分が考えているある K 次元空間のベクトルを、えー、とその未知の空間における N 次元の LargeN 個のベクトルの内積で表したときの座標みたいなものなので、それで両側から挟んでやると、その未知の空間での自分の内積になるんです、ね、で、自分の内積っていうのはもちろん正じゃないといけないから、 えとこれは自分の内積がその未知の空間での自分自身との内積、つまり絶対値の事情が正だっていう条件が入っています。で、これをちゃんと説明するのはちょっとあの難しいので、えーとこの、この式の意味はそういうものだと、とりあえず思っといてください。で、実際にあの、えー、とこういう条件を満たすようなカーネル、関数を自分で考える必要はなくて、 いろいろな経験からこういうものを使ってくださいっていうのが大体決まってるので、えー、とこういう条件になってるっていうことは、まあ、重要だけど、自分で使うときに、じゃあこういう条件なのも自分で考えるとか言われないので、あのとりあえずそこはまあそういうもんだなと思ってくればよくってですね。で、あのーまあ、代表的な絵はここに3つ書いてます、えー。いわゆる線形カーネルっていうのは <laughs> あの何もしないこういうやつね。 これが線形カーネルです要するに、ラージゲージ元空間の内積をそのまま、えー、とカーネルだと思っても別に構わないので、線形カーネルです。で、これでもあの同じことになるかどうか分からなくて、なんでかっていうと、さっきからいろいろ問題になっている、えー、こっちではラージ稽古しか係数がないの、ね、に、こっちはラージ N ケ係数があるっていうことで、やってることは違うから、これをこれに変えただけでも、 同じことが起きるとは限らなくて、この辺で導入した、この、えっ、ー、とあの、一部の A が0、えー、になるという計算がうまくいけば、えー、単に線形にして、あの他のあ自分あ、ラージ N 本のベクトルの内積で表現するっていうことをやっただけでも結果がよくなる可能性があるので、 別にこれ線形だったら意味がないよってことはないんですよね。ただし、それはさっきの,あの係数のガウス分布を導入して、それがうまく A や B が0になるよ解が選ばれればっていう前提です。で、次がえよく使われるのがこれ、ガウスカーネルっていうんですけど、えっと、これ内積を、これ、<laughs> わかりにくいんですけど、えっと、X と Y が 近いと、ここの値が、えー、と小さくなります。で、マイナスがついてるから、えー、ここが小さいってことは、これ大きいんですよね。で内積って一般的に、えっ、ー、と、自分との角度が小さいと大きくなるものですよね。なので、えっ、ー、と、ここにこうマイナスにしとけば、これは確かに、えっ、ー、と、似たようなベクトルの場合には大きくなって、 えー、違うベクトルの場合には、えっ、ー、といや、差が大きくなりますよっていう、そういうふうになってるので、えっ、ー、と、これは、あの、漠然とした意味では、内積の条件をちゃんと満たしているというふうに考えることができます。だから、その、実際には、これを、まあ、こういうもんだったら何でもいいですよ っていうんですけど、えー、と実際に使うときには、今言ったみたいに、この X と Y が近かったら、値が良くて遠かったら、ちっちゃくなるよみたいなのは当然使わないとうまくいかないから、えーあの、ここである条件を満たしてれば、えー、と何でもその実用性的にも効かってそういうわけにいかないから、えー、ここの条件はあくまで必要条件であって、これを満たすようなもんだったら、何でもカーネルトリックで、 いいやっるっまてわけにかかないから実際には具体的には何かその遠,遠い方では値が小っちゃくって近かったら大きいみたいなものにしなくちゃいけないからあの制半生定値行列と何でもいいってわけにはも,もちろんいかないんですよね。で、これは、えー、とそういう意味で遠いと値が小さくなって近いと大きいみたいに満たしてるからまあこういうのを誰かは考えました。で、これの単なる立派化なんだけどこんなこんなんで1がついてるんだかよくわかりませんがこの えっと、X と Y の内積を D 乗しますみたいにすると、なんか雰囲気的には、えっ、ー、と、この D 乗から D 低い乗点点点までやるから多項式になるんですよね。そ,それいい、いいですかなので、これ多項式感で。まあ、代表的にはまあこの3つがあって、で、こういうのやると、単に線形あるミも良くなる可能性がありますよね。そこまではいいですか で、内積をいろんな関ーネを置き換えて、線形回帰をやるんですけど、これは、えっ、ー、と、まあ、あ、名前一応言っとくと、あの全部名前がつく関連ベクトルマシーンって呼ばれてるんですね。で、なんで関連ベクトルって名前が付いてるかっていうと、あのここで、この、えっ、ー、と、この文法を導入して、一部の A しか選ばれないようにしたから、その選ばれたベクトルが関連ベクトルって呼ばれていて、その、 すごいたくさんある中で一部のベクトルを使って、えー、と予測をするので、そのベクトルのことは関連ベクトルと呼ばれているので、関連ベクトルマシーンと呼ばれています。では、具体例をやってみましょう。えー、と具体例、これです。えー、とこれ、x 分の sinx に誤差が載っている。x 分の sinx だと、この x が0のときにちょうど1になって、そこから離れていくとこうあのあの、なんていうんですかね、こう ばらつきながら x 分の1で小さくなっていくよって、こういうのに、えっ、ー、と、標準変数0、平均0分散標準変数0.0のガウス分の5層を乗せのはこんなやつです。いいですかね。で、えー、入力が、えっ、ー、と、x の値で、これを、えー、ガウスカーネルで予測します。ここは、だから、その、ラージエヌコの、えっ、ー、と、この値を、 あの線形結合して Y を予測するっていう問題にしますい。いいですかね。はい。もう一回言って。そういうもちろん入れます。ここには入ってないですここにもこ。ここの中には入ってなくて、これとは別に、えー、外側に これをかけますで、今やってるのは、えーと、この残差の部分だけですよね。ここの部分の、ここをガウスカーネを置き換えるときの残差を、確率を考えて、さらにこれをかけて、それで確率最大にするっていうのをやるのを関連ベクトルマシンっていいますい。いいですか。で、えー、とこれで、えー、やると、 えっと、これが結果なんですけど、えー、これが、あの、元のデータで、赤が予測です。で、なんか、えっ、ー、と、元の関数はこんな感じで、えー、予測に使ったこと指数関数、全然格好違うんだけど、なんかめちゃくちゃ合うんですよね。それで、えっ、ー、と、何個かで使われてるのっていうと、これ実は、あの、さっきのやつって400個ぐらい点があるんですけど、えっ、ー、と、これは、 この A っていう係数を実際に400個の、で、ちょっと一応順番的にはこれ、こっちからこっちになるに並べてあるんですけど、えっと、0じゃなかてた何かあのっていうのが書いてあるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、11、3個ぐらいですかね。400個のうち13個のえとベクトルだけを使った後、全部0にしても、こんなによく合っちゃうんですね。で、元の関数は、 X 分の 3X で予測に使っているの指数関数で全然格好違うのになんで合うのと思うんですけどあのよく考えると大したことしてなくてまずこのシグマ事乗っていう値もあの自由変数なのでシグマ事乗の値もあの一番いい値を選ぶんですけどこれ見て5.69ぐらいが選ばれてるんですよでこれここからここまで20ぐらいなんで シグマ事情っていうのは、えー、とガーツ部の下についてるから、まあ、半値幅みたいな感じですよね。これぐらいいくと大体減ります。まあ、事情と事情だから、あこれをどうするかっていうのはまあ難しいけど、まあ、まあ、ルートだとしたら2とか3とかそれなんで、えーとな、2とか3ぐらいになったら減るような感じなので、要するに、えー、この線形結合を考えると、 えー、辺の値が効いてるのは、あのー、すごくそばだけだっていうことが分かります。だから、この辺の値を大きくしておいても、この辺のベクトルにはほとんど効かなくて、ここ、近傍のベクトルの値を使って作ってるだけだっていうことになります。い言ってること分かります大丈夫ですかはい。5.69がシグマ以上だから、このルートぐらいなんで、 まあ2とか3ぐらいしか <laughs>、うん2、2とか3以上離れちゃうと指数関数だから消えちゃうわけですよね、影響がね。で、うん、この xi ってやるときに、ここの距離が2や3よりもでかいところっていうのは、ここほとんどゼロになっちゃうから、ここが何でも関係ないから、結局この予測のときには、えー、ある値を予測するときには、その近いところのエクスポーネンシャルしか使ってないんですよね。それはいいですか え中心付近とかだから、からここにこう P が当型ってるのは、この近傍の値はこれ使ってやってますよってことですよね。シグマ事情は自由です。で、で選ばれたモデルを見ると、シグマ事情5.6期ぐらいになってて、この値とすると、この近傍のこのプラスマイナス5とかプラス3ぐらいのところが、ほぼここで決まってて、ここのそばはまたそばで決まっててみたいな感じになってるってことですよね。 ちえっと、ここ,こ,これ、これの値っていうのは、この距離が遠くなったら、効かないんですよ。で、腰シグマ事情が5ぐらいってことは、この、ここの距離の事情が5よりでかくなったらあのこ、この係数は値を決めるのに、寄与しないんですね。指数関数減少するからね。だから例えば、こうなってるとしても、この辺の値に効いてるのはこ、こことこぐらいですよ。 他のものは聞いてないっす。だったら最初から、えっ、ー、と、この値を予測値にしとけば、大体合いますよね。要するに。えー、言ってることわかりますかここが、最初からここを YIJ にしといて、ここを最初から YIJ にしといてね。 そばの値のときはそれが使われるっていうのに、人には大体合うっていうのは分かります代表的な y i g を持ってきて、どの値で決めるかっていうのはこっちで選ぶと。えここがちっちゃくなっちゃうからね、他の。近いところ以外はゼロになっちゃいます。ある、ある XI を決めたいときに、 ある XI に相当する YIJ を決めているときに、そのそばの値以外は、こっちがゼロになっちゃうから効かないんですよね。だってここを最初から YIJ にしとけば、大体合いますよね。うん。はい。だからこの、 A いいいう係数を Y にしちゃえばいいわけですよでだ,からだからこのシファ事情をもっと大きくするとよもっと遠くの値たりにいくしもっとちっちゃくするとそばしかないからもっとたくさんあの選ばないといけないんですよね。これがこれぐらいの数住んでるのはこれがこれぐらいだからです。 えこの値によって何本選ばなくちゃいけないのが大体決まるんですよ。これがちっちゃくなりすぎると、ちょっと離れた値いかなくなっちゃうから、もっとたくさん、あのー、選ばないと説明できなくなります。いまいちピンとこない <laughs> えーと、だから、大体こう、このぐらいの幅が、 まあ2シグマなんですよ。2シグマ,、まあシグマ,シグマの意か、2グマぐらいです。で、まあ、シグマがえっと5だからまあルートって2とかまあ3だとしたら、6ぐらい、この幅が6ぐらいのところは、ここで値で決めてるっことですね、えーとこ。この式を見たときに、 えっと、この式をったときに、ここを最初から、ここをね、最初から、えー、っと、あれこれを最初から y I、yi' の j にしといた、しとくとしますよね。で、ある i を決めるときには、えっ、ー、と、ある i を決めるときには、この yi' の えとこの重みで足し合わせたものになるわけですよね。だけど、ここが離れてるとゼロだから、一番そばのこの形しか引かないじゃないですか。ということは、そばの値になっちゃうから、大、え、体、ー、シグマ10ぐらいの幅に合うような感覚で、これを取っといて、あそこ分かんないこの幅ぐらいのところで、えー、感覚でこれを取っといて、一番近いを使いにすれば、大体合いますよね。 そこわ分かんない難しいですか。いや、だから、だから、ここの値を知りたいですと思ったときには、こういうところは聞かないんですよ。指数関数消えちゃうから。で、ここ、ここ一番近いのはこれだったら、ほとんどこれで決まるんですよね。 ただこの値を正解の値にしておけばこ、この値ってほぼこれになるじゃないですか。うん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 。うんうんうん うん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 それで合ってますけどはいで,で何が疑問なのか <laughs> はいどうぞああそういうこといそれはだってバタつきの数が えっと、それだけしかないからですよね。符、え、号、ー、の変わらないところの数がこういう個数しかないから、この符号が同じ方向向きのところの数だけ選ぶと、逆符号のものを1個のもの、ね、で説明はできないから、符号が反転しているところごとに代表値が1個ないとうまくいかないでしょ。だから、このシグマを選んでるのは、 このなんかバタつきの数が、えー、とこれだけの数だからそれに合わせて代表値が取られてるんですね。これを超えると、要するに、えー、っとこの辺にまと説明するのにここを使っちゃったら絶対うまくいかないし、符号判定してんだから。え、そこがないはい。よくありますよ。 mm-hmm -mm. mm. ランダムだけど、一番いい選べ方をするとこれぐらいになるっていうのは、だから、この幅が大体この山,ぐら山の幅ぐらいになってるからうまくいってるわけですよね。え、それがわかんないなんでだろうでこ、この辺の値、こうなってるから、この辺の値はここで調べます、この辺の値はここで調べますっていうふうにしとけば大体合うから、この、 バタつきの幅ぐらいでシグマが選ばれてそこに代表値を選ぶっていう回が出てるんですよね。シグマっていうのはだからある値を計算するときに値を計算すぎて誰々計算できますかっていうことですよね。間4番目の ベクトルで i を予測するっていうことになってんだから、これが i でこっちが i' なわけでしょえ、どこが分からないんだろうえっと、ここの値を計算するのにこれを使ってるっていうのはいいですかねで、これが i でこれが i' なんですよ。で、符号が反転してるところには使えないから、 同じ符号の、あの、値んとこの幅ぐらいのシグマ10ーーが選ばれて、それごとに代表点が選ばれて、え、それがわかんないえっと、どこで詰まってるんだろう <laughs> ちょっとどこがわかんないかわかんないな <laughs>。え、ここのごとにシグマがある、あるんですよ。それ、なんかまずいですか ちょっと疑問点がよくわからないんだけど、ちょっと一旦止めますかね、えー。レコーディング再開しましたが、交差検定がなしっていうのは、だから、本当は、えーと、ここにある400個の点のうち、1個を除いて399個で AI ダッシュを決めてから、AI ダッシュを決めてから、えー、残りの1個の点を合うかどうかっていうのを決めないと、本当の予測にはなってないって話ですね。 今はそれはやっていないと。うん。そうそうそう。で、おそらくあの、この場合は変わんないです。399個とやったのと400個で、そんなに結果が違うわけがないから、この場合は、交差検定するまでもなく、よく合ってるので、これはまあ、やる必要はないと思いますけど、これを、この場合はね。 で実際、あのこの ai っていう値と yi っていう値をあのプロットしてみると、大体直線に乗ってるんですよね、実際。少しば,ばらついてるけど。なので、実際、えー、そういう値、でこれはあのさあの元の関数にその a の係数を重ねて書いたんだけど、ちょうどこの方向に合うような感じで、 値がが出ててるっていうのが分かりますよねなので、その向きごとに代表点決めて、そのそばで値出してるっていうのをほぼ決めてるから、あの元の関数が x, x 分の sinx で予測関数が指数関数で全然観光格好違うけど、合うのはそういう理由ですよね。どどどどまだどっかちょっと詰まってるちょっとろ。 録画をちょっと一旦しましょうちょっとあんまり理解されるかどうか分かったんですが、えーと、この緑の値が A で,であの、大体シグマぐらいの幅をあの予測するにこの値を使って、A、やればいいといか、そのピークの数だけ、えー、と代表点が選ばれて、その近傍のシグマの値で、えー、と値を決めると非常にうまく合います。 っていうことをやってるので、全然あの予測に使ってる関数と元の関数が似ても似つかないですでも、こういう理由だったらいつもうまくいくんですよねい。いいですかね。はい、で、えー、っと、で、これは1次元なので、えー、っと、今度は、えー、2次元の問題に適用してみます。えー、っと、x1 と x2 二次元の K が2ですね。ラージ K が2で、二次元空間にこう点がばらついていて、それに1からずのラベルがついてると。でただし、境界がこんな風に曲がってるんですね。こんな風に境界が曲がってて、この境界の左にいると、えっ、ー、と、1か0で、えっ、ー、と、右にいると、1か0っていうその値の変化がここで起きてます。っていうのを、X1、えー、X2 を入力として、 えー、その点が、えー、1か0かを当てましょうってそういう問題だと思ってください。でこれは境界が曲がってるから x1 と x2 の線形結合を絶対かけないんですよね。だからこれ線形会議でやろうと思ってもまんま聞かないですよね。で全く同じようにさっきの、えー、ガウス 関数で今度は2次元のベクトルだからここに矢印がついてるだけであとは全く同じ式です。ここがさっきは1次元だから上に矢印ついてなかった今度は2次元のベクトルの絶対値の差になっただけであと何も変えてないです。で、結果はこれなんですけどえっ、ー、とこれえっ、ー、と色の方がえっ、ー、とあの値です。だからあ0か1かで黒かが決まってます。 で記号が予測です。あそこつってもこれ、えー、あの線形回帰だから、えー、ここが0か1だって予測しても0や1にはならなくて0.5になったり0.1になったりするんだけどそこは0.5より大きかったら1で0.1小さかったら0って思ったと思って記号をつけました。でもし黒い丸と赤い三角しかなかったら100%当たってます。で えー、黒いんだけど三角になったり、丸なんだけど赤かったりすると間違いなんですけど、ここに赤い丸がありますね。で、えー、っと、ここに黒い三角がありますね。まあ、見たら分かるんですけど、黒い三角と赤い丸を探す方が難しいです。だからほとんど合ってるんですよ。で、この未来の×が、あのー、係数が0じゃなかった、 えー、ベクトルで1、2、3、4、5、6、まあ十数個しかないですね。で、これ、点100個ぐらいあるだと思うんですけど、えっ、ー、と、100個ぐらい点があって、10個ぐらい使って、これができちゃってるので、で非常にあの性能がいいんですよね。で、これも、同じで、この、えっ、ー、と、 この辺のあ、この緑のものだけを使って、この辺、まあこの辺、ら、この辺切るとき、これしか使ってないですよ、ね。で、この辺っていうのは、だから要するに、こううまくだいたいシグマアジオラらいのところに、丸、えー、と,とあの黒と赤が入るように、うまく点がばらついてて、この辺のときはこれとこれ使ってみたいなことをやって、どっちに近いかで色が塗られてリるフになってて、遠いところはもうほとんど使うこの辺とかもう全然使われてないです。ここ このそばに近いかどうかだけが分かればいいので、境界のそばの非常に少ない数だけを選んで、さっきと同じ原理で、ともかく近いものだけ、えー、使って、あのいやただこの辺の点の時には、えー、ここに近いこの,この2つの点、この辺の3つの点とかしか使えなくて、えー、黒の方から器用がないから、ここも赤と同じ値になるし、この辺も周りにこういうやつがあって、こっちの方が使われないから、 この辺と同じ値になるしっていうんでうまくいくようにうまいこと点が選ばれてるんですよ。いい,い,いですかね。で、これ元が100個ぐらいあるのにたった10個ぐらいまで自動的に落ちて、えー、ここまできれいに合うからすごい性能がいいんですね。それでだから真相学習が発見されるまでは、えー、このカーネルトリックでこのガースカーネルっていうのが ものすごくいいから、もうめちゃくちゃ使われてました。で、会員、線形カーネルでやったらどうなんのっていうと、えっ、ー、と、これ、線形カーネルだと、まあ、雑に言って、この平均的なここの線の右か左かしか決めようがないんですよね。で、実際、ここに赤い丸がいっぱいあります。赤い丸っていうことは、本当は、えっ、ー、と、三角じゃなくちゃあいけないところを、えー、みんな、あのー、こっち側の,の、 左側のものだと思っちゃったって間違いなので、まさにここに線があって、えー、この辺のところは本当は、えー、と三角なのに、えー、丸だと思っちゃった。で、こう逆に、この辺も本当は黒い丸じゃなくちゃいけないのに、赤いあ黒い三角になっちゃってることは、あのこ本当は左側の方のあたり取らなくちゃいけないのに、右のあたりだと思っちゃってるから、ここに黒い三角いっぱいあるんですよね。だから線形でやると、大体この辺の 境界にして右が左ってことしかやらないから、この曲がってるところに入ってるものは全部間違ってて、えー、そこから外れてるものは全部合ってるって、そういう回になっちゃいます。で、ちなみに、えー、と使われてるのは、ここだけです。なんでこれでいいかっていうと、こっち方向の依存性が何もないので、横に並んだものはどっか1列選んとけば、あとこの辺のときにどっちに近いかってやるだけだから、要するに、どっか1箇所、 あの必要なものを選んどけば、この境界に対して右か左かって選べるから、横軸が同じで、まああのえっと、こういう格好使ってますが、横軸が同じであ、縦軸の値が同じで横軸の値が違う点を横に1つで選んどけば、えっと、この平均的なものにして右にあるか左にあるかを選べるから、えー、これぐらい選んどけば十分なんですね。なので、 ちゃんと数を減らすっていう機能は働いてます。予測は悪いけど。だからすごいいっぱいあるけど、ごく一部のものを使って、えー、最大の性能を上げるっていうのはちゃんと実現されてるから、あのー、すごく人工的なんだけど、係数が平均ゼロのガース分布してるっていう過程を使うとうまいこと、有限このものだけ、えー、とー使われた後使わなくしかも非常に理にーーかなってますよね。典型だから、 縦軸の値が一緒で横軸の違うものを1で取ってきたあとはそれにどっちが近いかっていうことを選べばえそれであられますよっていうなってるからい,いいですかねい言ってること分かりますいまいち。いやだからえー、っとうんうん。 うん。うん。うん,うん,うんだ。だってが、だって線形カーネルだとあの、縦方向の依存性を書きようがないんですよ。線形だから。だってこの、この係数は、 もう変えられないから、えーと、ここをやるときにはこの辺使って、ここをやるときにはこの辺使ってとか、そういう器用のことはできないよね。だからあの縦方あの、全部自分に近いものを使っちゃって、かつ減り方が少ないから、ここをやるときにここの影響は絶対入っちゃうんですよ。でそうすると、えー、こういうところを選んとくと、こっちとこっちどっちでやったらいいか分からないから、打ち消し合っちゃって悪くなっちゃうんですよね。だから、 え内積でやるときには、遠いところを減らすっていう効果が不十分だから、えー、とここをやるときにはこの辺使って、ここでこの辺使ってるのできないから、ここを選ぶときに、ここもここも全部入っちゃうから、そうするとすごい悪くなっちゃうんですよ。いやで、だって内積だったと次元も消えちゃってるから、次元は関係ないですよね。内積にしたいって次元はどっか行っちゃってるから、 次元を大きくしても解決はしない。え、なんで次元を大きくったら解決すると思ったん数って今 N ですよね。項の数は N, N で決めてる。 ちょっとまた込めますか。で、えっ、ー、と、最後が、えっ、ー、と、えっ、ー、と、多項式カーデルなんですけど、まあ、D コール5ぐらいにすると、まあそこそこよくって、まあ、ここに、えっ、ー、と、黒い三角があって、ここに赤い丸があって、ここに黒い三角があるから、やっぱりこう、尖ってるところはだめなんですけど、えっ、ー、と、この辺が赤い三角になってて、これは、 えと線形管理の時にはこの辺がもう赤い丸になっちゃったんですけど多項式にするとちょっと良くなって、えー、とここの、えー、とこの辺を赤い三角にすることができる。だからこの、えー、と別要するにべき状にすることによって近いところ遠いところの差があの大きくなるわけですよね。 1乗だと差の近いっていうことと遠いってことの差が少ないけど、何乗もすると、その遠いとこと近いとこの差がはっきりするから、これ結構緑の点、例えば、えっと、こういうところも選ばれてると思うんですけど、こういうとこ選ばれたときは、この辺やるときにこっちよりもこっちの方が強が少ないってことができるんですよ。五乗にしてるから距離の差がでかくなってくからね。だからこういうとこ選ぶことによって、 この辺を決めるときにあの、こういうのを使ったい要するにこっちの方がこっちよりも近いからこっちのやりが大きくなって、えー、この辺が左に引っ張られるってことができるから、いい値を出すことができるんですよね。なので、5乗にすることによって、遠いところの方が効かない、あるいは近いところの効くっていう効果をあの、えー、と強化することによって、 線形のときよりは、そばだけ聞くっていう方法を使うことができるから、まあ、ちょっとよくなるけど、えー、っと、所詮はべきだから指数関数ほど、そばの値を使うってことができないから、いまいちうまくいかない。まあ、そうですね、ガースカーネルのシグマのときと、あと多項式カーネルの D の選べ方っていうのは、 まあ同じような感じですよね。シグマが小さいときが、えー、っとあー、D が大きいときに相当する。そうですね、やっぱり、べきの,の方があの当然、距離依存性が弱いですから、指数関数の方が急速に減るので。 なので、この関連ベクトルマシンっていうのは、ものすごい多数の点がある中で、非常に少数項のまねを選んで、で、近傍判断をするっていう能力にたけてるので、複雑な境界でもうまく答えを出すことができるっていうんで、で、しかも、あのー、やってることがほとんど、あのー、えっ、ー、と、線形回帰なんですよね。これい、あの、1個、あのー、カーネルの値が決まったら、 それごとに何回も線形回帰をしているだけだから、計算量的な線形回帰で、あとはそのシグマとかえとあのあ、あのどこを選ぶかっていうのを選ぶっていう作業があるから、当然、回数は増えるけど、1個1個の件数は線形回帰だから、別に難しいことなくそれはただ、 えと係数の組み合わせとか、シグマとか D の値を変えながら何度も何度もやらないといけないから時間かかるんだけど、それは回数が増えるだけであの、計算としては難しいことは何もないんですよね。やってるのは基本的に線形回帰なので。で、あのーまあ、ここに来てる皆さんは、あんまり、えー、そういうことわ分かんないと思うんですけど、あんまり関連ベクトルマシーンっていうのはあんまり使われてないんですよ。 で、多分関連ベクトルマシンって検索してもほとんどヒットしません。で、こんなにいいものなのになんで使われてないのかっていうと、あの、似たような図でサポートベクトルマシンっていうのがあって、そっちはの関連ベクトルマシンは、あの、線形回帰をやって、それで0.5以上か0.5以下だったっていうので、分類問題を解いてるんですけど、サポートベクトルマシンっていうのは、最初から 分問題にしちゃって線形回帰にしてないやつなんですね。なので、基本的に、えー、っと、あの、こういうガラスカーネルを使って予測するっていうことは一緒なんですけど、そのとき目的変数が、なお、最初から0、1で、あのまあ、ここになんか、イフボがついてると思えばいいんですけど、ここの値が0以上だったら1にして、 0、えー、以下だったら0にするみたいな時に当たりが一番多くなるように係数をやりましょうみたいな問題に最初からしちゃってるのがあのサポートベクトルマシンですで。サポートベクトルマシンは何がダメかっていうと残差がないからあのガース分布作れないんですよね。要するにこれ、えー、とこの、えーと これが作れたのは残差があるからで、残差のないものにはガウス分布作れないんです。だから最初からあの、えー、と0よりも大きかったら、A、1で0より小さかったら0っていう、そういう当て物にしちゃうと分布が作れないからガウス分布が導入できないので、ガウス分布が導入できないと、えー、係数の分布がガウスだっていうのにかけて全体の確率を下げるとかができないから、ここでやった計算は1つ、まっつ 全く何もできなくななっちゃうんですよなので、えーと、サポートベクトルマシンにしてしまうと、今日説明したようなテクニックは全く使えなくなっちゃいます。じゃあ、えー、とどうやってその科学史を防いでるかっていうと、えー、とけあの係数の、えー、と事情はが、えーと、なるべく小さくなるようにっていうその、えー、条件をもう一個つけるんですね。 それで、えっ、ー、と、かな？えっ、ー、と、ど,うどうすかね。えっ、ー、と、す、えー、えっ、ー、と、係数の事情はが最小っていう条件をつけて、その範囲で、あのー、 えと日問題がうまくなるようにっていう両方の条件を、えー、と同時に解くことで、えー、と一部の係数が、えー、とゼロになる方がいいようにっていうそういう、あのー、ルールでやりますで。そっちの方がもう有名になっちゃったので完全ベクトルマシーンはあんまり使われなくなっちゃったんですよね。で、はい。 うん、だ,だからあの例えば当たった数をあー当たった数が多いほどいいっていう条件をまずつけてそれと係数の事情が小さいっていう条件をつけて両方が同時に満たされるように係数と係数を決めましょうっていう問題になるわけです。 っていうか要するに、ゼロ、要するに、科学習をしないように、ゼロの数を増やしたいんですよね。で、ゼロが選ばれやすくするように、えー、事情の和が最小みたいな条件をつけると、あのそのままにたくさん点いらないわけだから、一部ゼロにした方がよくなるので、残差がゼロになるよりも、係数を小さくするとか優先されると、残差がゼロになる前に、係数の事情の方が小さいっていう条件を聞いて、 あの全部合わせて科学士になるう途中で止まるわけですよね。そうじゃないと残差がゼロならいいんだったら必ず答えが出ちゃうからそれは避けて残差がゼロじゃないんだけど、えー、と係数の事情が小さいっていうところで途中で止めるためにそういう人工的出ことをしてるんですね。 他の中いろいろありますよ。その絶対値の和にするとか、あるいは、その係数のゼロじゃないものの個数にするとか、あの、バリエーションはいくらもあると思います。なんで事情和にしたかってことですかそれは事情和が一番計算が楽だからですね。<laughs> 事情っていうのを微分したときに一乗になるからいいんだけど、 絶対値っていうのは原点のところで尖ってるから、あの、発散しちゃうんですよね。で、個数とかにするともっとひどくって、事情が一番、あの、どこで微分しても、あの、尖ってないから、あの、時数がちっちゃくって、どこでも微分が発散しないのは事情なんですよ。絶対値にすると原点のところで尖ってるから、そこで微分できなくなっちゃうから、 交配が求まらないね。で、これが、えっ、ー、と、同じ問題をサポートベクターマシンで解いた場合です。で、あの間違いは、あのー、変わらないんですよね。黒い三角とか赤い丸はほとんどないです。だけど、メかルの点の数が明らかに多いですよね。で、同じガウスカーネル使ってるんだから、こんなに点いらないんだけど、 そのサポートベクタマシンみたいに、その全体の事情の和が最小みたいな条件だけでやると、あのこんな未来の,の数が少ないっていうのができなくなっちゃうんですよ。はい、なので、えーっと、残念ながらサポートベクタマシンの方が性能が良くないんですけど、 だけどこれ、赤と黒の辺りぐらい見たらどっちも変わらないんですよね。だから、その緑の数を減らせるっていうだけで、わざわざあのマイナーを使うかっていうと、使われないので、もうサポートベクターマシーンの、えー、と方が、もう今メジャーになっちゃってて、同じ性能なのに緑の数を減らすっていうだけで、わざわざ関連ベクトルマシンを使ってくれる人いない。 本当は多分関連ベクトルマシーンの方が性能がいいんだと思うんですけど、その性能がいいっていうのが緑の数が少ないっていう性能の要素だから、それはそんなに重要じゃないので、残念ながらもうサポートベクトルマシーンが十分性能あるので、はい。 計算量ってどういう意味ですかその収束するのが早いかどうかってこと緑の点を減らすことで予測が早くなるかってことですかまあでもあんな簡単な関数だと、うん、あの単に指数関数を計算して和を取ってるだけだから自分の位置になっても高かし出てる。でこれ減ってないに見えるけど。 実際には境界のそばの点しか使わないので、それなりには減ってんですよね。だからサポートベクター、さっきのカーネルベクトル、あのあの関連ベクトルを見てしまうと見劣りがするけど、関連ベクトルマシンを見ないで、これだけ見たら十分減ってんですよね。多分半分以下には減ってるので。 うん。だからサポートベクターマシーンを使われないよりも関連ベクトルに使われる理由はなぜかっていうのは、まあ一つにはだから、あのもう何かデバッグとスタンプになっちゃうと、なんかすごいいいことがないとみんな乗り換えないですよね。あの。 やっぱりあの普及しちゃったものに勝つには、なんかすごいいいことがないと、みんなが使ってる。だって、あの、サポートベクターマシーンと関連ベクトルマシーンは全然原理が違うので、サポートベクターマシーンのを、あのー、使うんだったら、確率とか何も知らなくてもいいんですよ。単に値の数が多くって、それで係数の自由がゼロになるって問題を解けっていうだけだから、あのー、 さっきのガウス分布とかそういう話は何も知らなくていいから AIC とかも知らなくていいしこっちの方が直感的ですよね。だからそのちゃんと分かってる場合には関連ベクトルマシーンの方が性能がいいっていのは明らかなんだけど何も知らない人をゼロから使うときにまず えと確率分布とは何かを勉強して、なぜガウス分布なのかを勉強して、AIC を勉強して、それでやっと関連ベクトルマシーンで意味が分かるわけだけど、サポートベクトルマシーンだったら、当たりの数が最大になるように、かつ、係数の事情なのが最初になるように、係数選んでるだけですって言ったら、もうそのまんまだから、ものの知識いらないですよ。だからあのあ、意味の説明は明らかにこっちの方が楽。 そうで、サボートベクトルマシンがもう、で、後から関連ベクトルマシンがあるよって言っても、誰も乗り換えない。だから、それでもうサポートベクトルマシンが出口になっちゃったので、こういうとこがいいかな。であの、このカーネルトリックっていうのは、非常に強力なので、 深層学習が再発見されるまでは、機械学習の事実上のデファクトスタンドだったんですね。で、えっ、ー、と、この時すでに深層学習の、えっ、ー、と、あの原型であるニューラネットワークがあったんですけど、その時ニューラネットワークっていうのはもう終わった技術だと思われてて、もう全然役に立たない、昔のものだってずっと思われてたんですけど、突然10年ぐらい前に、あの、 ヒントンさんが深層学習ってやよね。らまあ次回その深層学習のえっと元になったえっとあのニューラルネットワークの話をして一応おしまいしようと思ってるんですけどもうそこまで聞いてもっと先を知りたいって皆さんが言うんだったらちょっとほんと頑張りますがとりあえず来週はニューラルネットワークの話をします。 えっとはい以上です。